全国の皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の水原です。本日ご紹介させていただくお車はこちら、ハイエースワゴン GL のガソリンの四駆。お色がパールホワイトで、内装仮装がフレックスオリジナルのバージョン1を施工させていただいているお車ご紹介させていただきます。まずこちらトヨタセーフティーセンスついてます。下見ていただくとインテリジェントクリアランスソナーとパノラミックビューモニターもついてます。さらに下見ていただくとフレックスオリジナルのメルフィーノフロントリップスポイラーついてます。こちらのお車ですが、1インチローダウンしておりますので、車高が約 2.5 センチ下がっています。で、こちらフレックスオリジナルのオーバーフェンダーがついています。で、足元見ていただくと、グッドイヤーナスカータイヤの17インチに、ホイールがフレックスオリジナルのバルベロのワイルドディープス17インチ、新品でついています。こちらデジタルインナーミラーついてます。でこちらバックカメラももちろんついてます。こちら両側電動の片側電動、もう片側が窓付きの扉となっています。内装なんですけど、バージョン1を一回見ていただきます。2列目2席で3列目がなくて、後ろが机とベッドのような形になっています。ダウンなんですけど、アルパインの10インチのものがついてます。ではエンジンかけてみます。メーカーオプションで助手席エアバッグとアクセサリーコンセント。で合わせてデジタルインナーミラー、このフックで切り替え可能なものになっています。でパネルなんですけど、フレックスオリジナルの艶消しマホガニーのインテリアパネルが、パネルとシフトノブとステアリングと変わってますので、非常に高級感ある仕様になってます。でナビなんですけど、アルパインのビッグ X ナビ11インチのものがついてます。前がアルパイン、後ろもアルパインなので、ダブルゾーンっていうものが使えます。はい。はい、いかがだったでしょうか。バージョン1、とても人気なお車なんですけど、それにプラスアルファで、四駆のお車ですので、雪の道だったり、さまざまな場所、対応できるものとなってます。で、プラスアルファで内装もナビがアルパイン、後ろもアルパインで、とても使い勝手のいい、非常にまとまった一台になりましたので、ぜひ、ご覧いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。